プニプニのスクワタがやばいらしい。どうも皆さんこんばんは、かなととでございます。はい、現在ちょっと緊急で動画を撮っているんですが、どうやらおプチャ見る限りね、スクワタがねやばいらしいのよ。まあちょっと詳しくは見てないんですけれども、まあこのね、なんかパズルでギミックが発動しやすくなったよみたいなのがちょっとやばいらしいので、ちょっと見ていきたいと思います。では行こう、かかととさあ、ということで今回は全く調べずに、全く何も見ず、一発で勝負でやっていきたいと思います。あとさ、たまにさ、なんかこういうさっきみたいにさ、スコアボーナスくん、なんだろう、なんか偶然なんかよくわかんないけど、なんか最近めっちゃつく。誰かちょっと詳しい人いたら教えてほしい。ちょっとかかととは調べる元気がない。さあ、ということでモーブに関してはそこまで変わりはないってことは、やはり反撃発動しやすくなったんかな。そんな感じのはちょっとチラッて見てたんだけど、あ、ラグい。ちょっとスマホの寿命が来てるかもしれん。え、でもどうなんだろう、そこまでは、あ、ラグい。ちょっと今ね、反撃がどうなん、反撃が多くなった。なんか本当にそういう偶然ではないな。まあ、多分反撃が多くなったよみたいな感じか。なるほどね。まあアルルがちょっとやりすぎたんだろうね。まあいつかはね、対策してくるかなとか、まあ、言われてたんだけどまあなかなかの対策のやり方、ちょっとやりにくいな。やりにくいのもあるし、やだな。なんだろう、アルル持ってない人でも楽しめんのかなっていうのはちょっと疑問にあるが、まあちょっとそれよりやばいなってボードはちょっとこのラグさね。いやね、はい、というわけでね、あれからちょっと頑張ったんですけれども、まあなかなかね伸びないですけれども、まあなんで今回スコアが伸びないかなってちょっと考えたんですけれども、ちょっと画面を見といていただきたい。反撃よりもラグさの方がやばい。